どうもこんにちは、覆面トレーナーのイサムです。そして K1 フィットファイトインストラクター三宅克之です。はい、もうですね、告知の方させていただいてるんですけれども、今回アクションスタイルと、K1 フィットファイトでコラボレーションレッスンをさせていただくことが決まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、ちょっと簡単にアクションスタイルのレッスン風景と K1 フィットファイトのレッスン風景っていうのをですね、ちょっと簡単にダイジェストでまとめてますので、まずはそちらをご覧ください。どうぞ。見てます。はい、ということで、映像の方ご覧いただきましたけれども、K1 フィットファイトを知らないお客様に何かご説明っていうか何かあれば、はい、はい、お願いします。K1 フィットファイトは K1 の動きを元にして、で音楽をかけて動くというものなんですけれども、先ほど見ていただいたのは、はい、先日ですね、埼玉スーパーアリーナで行ったデモンストレーションのインストラクターたちの練習風景なんですよ。で今回新しく、今5月6月からですかね、使うようにというコンビネーションも実際見ていただいたものとしてあるんですけれども、その、ね、コンビネーションがなかなか難しいというようなお声もいただいておりますの で、うん、で今までに、まあ、もっと簡単にできるようなものとかもいくつもありますので、そういったものを使いながら皆さんと一緒に、K1 フィットファイトをやれたらなと思っております。だからなんかこう音楽に乗せて動くっていう感じってことですよね。もうどっちかっていうと、うん、動くというか音楽に動かされます。なるほど、ね、あと僕がどんどん喋っていきますんで、それに乗って動いていただければ、うんうんうん、まあ、勝手に体は動くと思いますので。なるほどです、はい、まあ、どなたでもできます、うん、ありがとうございます。はい、まあ、その K1 フィットファイト と、僕たちはですね、まあ、2種類今見ていただいたんですけど、パーソナルトレーニングのレッスンと、グループレッスン両方見ていただきましたが、基本的にはまあ僕らはもう本当にくびれだったり足痩せだったりに特化させてやっていきます。あとは姿勢を改善、アクションというのは大きく動くので姿勢を改善したりとか、見栄えのいい綺麗な動きっていうところを目指したレッスンになっていきます。はい、その僕たちのアクションクロストレーニングと K1 フィットファイトが合わさったですね、本当にここでしか受けられないね、うん、融合のレッスンになってますので、ちょっと奇跡的な感じではあるんですけど、僕的にはまさか、うん、そうですね、はい、うん、一緒にできると思ってなかったんで、ね、うん、まあ、どっちかといったらアクションと格闘技って似て非なるものですよね。いや、そうなんですよ、全然またね、パンチキックはしますけど、全然ね、全然打ち方とかも全然違うので、両方どっちも体験していただきながら体に効果を出していけると思いますので、はい、ぜひですね、こちらでしか受けられない特別レッスンを受けに来ていただければと思います。でですね、結構こう僕お客さんに結構言われるのが、
動けなくて大丈夫なんですよ、運動も何もしてないんですけどって結構言われるんですよ、うん、でもほとんどの方が最初全然動けないところからスタートするので、それ本当に、全然気にしなくて大丈夫です。本当に動けなくても絶対動けるようになるし、今まで体が変わらなかった方も絶対に体は変わるので、ぜひそういうところを気にせず、あとですね、お一人でも全然大丈夫なので、結構やっぱり恥ずかしいとかっていう声あるんですよね、逆に一人の方の方が多分多いと思うので、ぜひ、その辺も気になさらずですね、楽しみに楽しくなりにですね来ていただけたら嬉しく思ってます。はい、じゃあなんか最後に一言お願いします。そうですね、はい、K-1 フィットファイトも、もう決まった動きっていうものがありますので、うん、僕のナビゲーションに従ってですね、こう一緒にやっていただければ、どなた様でもできるプログラムになっております。で、これも回を重ねていくごとに、同じことを毎週やっていくとだんだん上達しますんで、うん、まあそれもね、自分の中で、動けるっていうのが分かると、どんどん楽しくなってきますので、まあお一人様から、もしそれが恥ずかしかったら、誰か誘っていただくと、まだそれも、グループ割っていうのもありますからね。うん、そうですね。どんな方でも来ていただければと思います。はい。ということで、6月からですね、はい、スタートします。毎週月曜日と水曜日です。詳細は概要欄の、ホームページから確認していただければと思います。ぜひ僕たちもですね、普段、アクションスタイル K-1 フィットファイトでは、できないようなことをですね、どんどん新しいことをやっていきますので、ぜひこちらのオハラブロスジムでお待ちしております。ぜひともよろしくお願いします。お願いします。それではお待ちしております。